古藤焼きは、江戸時代後期に、日本の彦根藩で始まった陶芸及び、それによって生産される陶磁器である。古藤とは、彦根藩が所在した、琵琶古藤岩を指す、広域地名である。政治赤江や赤江金彩、色絵などで絵付けした時期が多く、大阪を経由して江戸など全国へ販売された。1829年に、彦根藩本領で生産され始め、 1842年に繁栄化された。藩主伊下門かしらへの下で発展したが、奨励、保護した、い伊直介が、幕府大老在任中に暗殺されると職人が、離散して一気に衰退し、明治時代に途絶した。その後、1986年に復興事業が立ち上げられている。文政12年10月、彦根城下石ヶ崎村の御福。 古木賞絹屋半米万円元年6月25日は、当時全国的に制御を極めていた、製党業を彦根においても起こすべく、有田より、今万里焼の職人を招き、彦根油屋町の古木商島谷平介と彦根藩三倉手代、西村右平を誘って、共同で、彦根城南の晒し山に、絹屋用を開き、小刀焼の創始者となった。 サラシ山には何らかの問題があったらしく、釜の場所を沢、山々六古沢村の持ち北に移し、主に時期の生産を行ったが、未経験による失敗も多く、ついには協力者であった、島谷平介等が手を引き、半米単独で経営に当たった。徐々に、事業の軌道に乗っていったが、しばしば資金不足に陥り、彦根藩からの借金によって、事業を維持した。 有田式の丸よを瀬戸風の雇用形式に改め、古藤焼き独特の単力色を出すもの製山石や、貧満寺山の粘土を用いたことは半米による成果であった。染付、錦で、金蘭種などの華麗な手法を用いられた、文房具、茶器、飲食器が生み出され、たくさん、古藤の名を記し、大見国内の他系、大阪へ売り出された。半米が育てた、 古藤焼は、第十四代藩主、伊直明知政家の天保十三年、藩直営となった。創業の功として、藩兵は、伊藤の名字の使用を許された。古藤焼は、直明と次の、第十五代藩主、直助の治政家で最盛期を迎えるが、幕府大老の職にあった直助が、江戸城桜田問題で暗殺された、安政七年三月三日を境に、 彦根藩内の空気も一変し、正常不安の煽りで職人のほとんどが離散してしまう。残った地元生まれの4名だけでは存続もかなわず、汎用は2年後に閉鎖を余儀なくされた。それ以降は民用として複数の窯が存続していたものの、それらも1895年までにすべてが閉鎖され、古塔焼きは途絶した。 滋賀大学の教授であった小倉栄一郎は復興に情熱を傾け、廃用原因の定説を修正し、古藤焼の復興を目指して鎌跡発掘や施策を愛好者らと共に進めることになった。彦根城博物館建設を機に、滋賀県埋蔵文化財センターから彦根市役所に転籍した谷口徹は、池伝来の美術工芸品の調査から、 古藤焼に興味を抱き、県内外の博物館などに所蔵されている作品の、目録化、民間所有の現存品の掘り起こし、釜跡の発掘調査などに取り組んだ。瀬戸焼や、伊万里焼からの技術的影響の研究も進んだ。こうして設立された、古藤焼復興推進協議会は試作のために釜を築き、1986年11月3日に、 日入れして、一年半がかり試作して一世紀ぶり、再現した。陶芸家として、最高を手がけたのは、しがらき焼きかの家に生まれた、中川和四郎である。1990年に、彦根城博物館が、古藤焼き跡の報告書を刊行。彦根市教育委員会の発掘調査、1994年4月に、御用用の滝口や、 某の床面を確認し、1995年4月に、小藤焼窯跡の上り釜の4室新たに出土、全長30メートル幅5メートルで一段に2室と、規模を確認した。さらに2005年7月27日に、同協議会は、滋賀県の認証を得て新たに、NPO 法人、小藤焼を育てる会として発足して、 古藤焼のぼり釜の再現を目指した工事をし、2007年3月20日に、火入れをした。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。